はい、はい、今何してるんですか。孵化させる卵に回すパドックを検討してます。はい、取れる卵と取らない卵があるね。そうだね、有精卵と無精卵がやっぱりあるので可能性が高いやつを入れていきたいので、産卵記録と交配記録を見ながら入っていきます。はい、有望な常連はいるの。いる34ハグリッドのとことか、あとは43、44とか、うんうん、あとはなんかそのめちゃくちゃ深い巣穴を掘って頑張ってる22とかね。あー確かに、うん、巣の深さは関係すんの。意気込み、意気込み、もうなんかあと発情してる感じがめっちゃある、オスを見ててあるんで、うん、私たちが見てないとこで交配してるんじゃないかなと。なるほどね、はい、あと今日13、14も交配してた。交配の回数が多いところが優秀。交配が大きいかつ卵も産んでくれてるのが最高に優秀、うんうん、34とか17、18は去年頑張ったから今年は産んでないですね。31も交配してる。32は産んでない。産まない子は何なんだ。去年頑張ったから今年産まないとか結構ある気がします。じゃあそれで言うとさ、42番ってやばいんだよ。ね、でも今年も産んでるんだよね。大丈夫でかな。休んでいいんだけどね。休んでもらっていいんですけど、こんな感じかな。12とかか。12も一応言うとこ。12番たまに卵産んでる。結構ほぼ全部になってるかもしれないけど。いいんじゃん。うん、ひなが生まれるに越したことはないよ。そうね、はい、はい、こんな感じで終わりました。はい、はい、卵部屋にやってきたわけですが、はい、何をするんですか。卵の移動をします。はい、はい、あれ2月の16日が予定じゃなかった。そうだったんですけど、思いのほか今年産卵が早いで、うん、いっぱい生まれてきてるので、はいはいはい、交配もしてるし、じゃあちょっと早めて入れようということにしました。ね、もったいないしね。そうそう、ひながせっかく生まれる卵だったらもったいないので。うわーすごい、こんなにあったんだ。はい、産んだね。この中から、あ、でも2月2日以降の卵で表に該当するのを移動していきましょうか。寒いですねこの部屋ね。寒いよ。でも卵にはいいかも。あった。あった。よいしょ。あれ。あった。じゃあこっちに移す卵をどうしようか。いやこれじゃなくてもうこっちに移してっちゃった方がいいのか。シュッシュするの。シュッシュしたいね。見よう。こうやって拭かないとあれキモいキノコが生えてくるのか。いやキモいキノコはさ、どっからやってくるわけ。あれは卵の表面にいる細菌が温まって元気になってうわーいってすごい結晶を形成してのきのき生えてくる。じゃああれさ、何、表面だけ汚れちゃってるけど中はもうダメなのかと思ってたけど、表面だけ拭いたら大丈夫だったってこともなんかあったんですよ。へー、でもこの季節にあれは生えないね。さすがにね、寒いし。寒くて、暖かくて湿気がないと多分育てない。うんうん。カビか何か。カビですよね、あれね。目に見えない胞子が付着して。卵の小さい穴からなんか生えてそうね。そう。その理論でもう外側に出てきちゃったなら中はもうダメだろうって。ずっと思ってたんだけど、なんかそうじゃない場合もあるみたい。へえ、卵殻膜が守ってるとか言いますね。中だけは、中の殻はやられてるが。でも、そっか。その場合ってでもどうなんだろうね。結局その卵殻膜を破ってヒナは生まれてくるから、その時になんかやられて死んじゃいそうな気が。菌で。意外と汚れてる。まあ、ずっと使ってないしね、半年ぐらい。そうか。あった。まあいいや。綺麗にしたものは無駄にはなりません。なんかカゴ少ないなって思ったらありました。前多分掃除して入れた。
しょ、よし、3個追加、カゴに入れて移していこうか。はい、はい、じゃあ分けありから。分けありはないな。分けありはないですね。はい、34番、取れたて、取れたてよいしょ。33、15、よいしょよいしょ、22、あ、シンブリ忘れてた。シンブリを検討するの忘れてたけど、交配してないと思うんですよ。あんまり見ない、見ないよね。こんなもんかな、意外と少ない。よいしょ、6個でしたね。じゃあ入れます。はい、2日が上の方で、なんだかみんな小ぶりな感じがする。小さいダチョウ、うん、産卵期の初めだからですかね。よし、はい、こんな感じでどんどん卵を入れていきます。はい、次は16日かな。そうだね、はい、この卵たちを移すとき、フランキーに移すときをまた取ろうか。はい、はい、バイバイ、バイバイ。